で、お金の仕組みで貯めましょうってアドバイスは世の中たくさん出てます。本もすごい出てますし、ネットとかにもねすごい上がってると思うんですよ。で、それをぜひぜひ当事者とかこういった買い物が苦手な方には真に受けないでほしいなって思ってます。なぜか一般的な仕組み化のアドバイスには要注意と。はい、一つ例を挙げていきます。例えば家計簿をつけて支出管理しましょうって、ね、言われてるアドバイスってありますよね。はい、これは当事者にはあまり良くないかなと思います。まあ、なぜかっていうと家計簿つけれないですよね、継続して。はい、僕は何度も年初に家計簿帳みたいなのを買ってきて、20代前半半ばぐらいまで、そのために2月の頭ぐらいで毎年毎年挫折してました。で、アプリやろうとしてもやろうやろうでめんどくさくて結局アプリも入れないみたいな状態も続いてたりとかしました。